はい、どうもラマックスです。今回ですけども、8月27日に行われる火祭りロードレースに出場するので、その目標、意気込みを話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず今回は火祭りロードレースに関してはハーフマラソンを走ります。去年は10キロの分に出て、だいたい35分以上かかって、かなり厳しい戦い、まあ、練習がそこまでできていなかったというところもあったので10キロにして、ちょっと安全運転で走ったんですけども、今年に関しての目標は、まずしっかり走り切るというところと、今年もちょっと安全運転気味で走って、できれば入賞できればいいなというふうに思っています。その理由としては、ハーフのコースなんですけども、まあ、去年とほぼ同じで、とにかくアップダウンが多くて、まあ、平地を探す方が難しいぐらいのコースと、でなおかつ標高も高いですよと。そして天気が良くなれば、多分30度以上は間違いなく行くんじゃないのかなというところで、まあ、僕が苦手とする三拍子揃っていますよと。で、2018年に同じハーフマラソンを走っているんですけども、その時のタイムが1時間30分46秒ぐらいで、キロアベレージだいたい4分18秒ぐらいと。で、そのペースだと本当帰宅ランと同じぐらいのペースだったので、まあかなり、厳しい戦いだったという苦い思い出があるので、まあそれを踏まえて、まあしっかり走り切るというところと、まあアップダウンが多いところでかなり無理をしてしまうと怪我にもつながるというところもあり、あまり無理はしたくないなというところで、今のところ練習がかなり、僕の中では、ここ数年の中ではしっかりいい夏の間の練習ができているなと思うので、まあ、ここで無理をして、9月10月のシーズンで、怪我をしてしまって全然棒に振ってしまうっていうのはちょっともったいないなという気持ちもあるので、まあ、しっかり走りつつ、多少安全運転をしつつ、なおかつこう入賞ラインっていうのを見据えつつっていう走りをしたいなというふうに思っています。この火祭りロードレースは総合順位がどうこうっていうのはなくて、とにかくその年代別での順位っていうのが重視されているというところもあり、だいたい確か去年の区分とか見ると36歳から44歳までの45かな10年分10歳分の区分なので、まあその中でうまく走れればなというふうに思っています。で、先ほども言いましたけども、この夏、暑い中しっかり練習をしてきて、若干、この暑さに対する免疫力っていうのは僕はついたんじゃないのかなって密かに思っているので、まあそれを確かめる意味でも、で、そして今の現状を確かめる意味でも、この火祭りロードレースしっかり走って、まあ9月のレースが一ノ瀬国際ハーフマラソン、そして10月からフルマラソンという、流れになるので、まあそれに向けて今の現状をチェックしっかりしていきたいなというふうに思っていますので、応援の方よろしくお願いいたします。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。